神様からのアドバイスをお伝えしている運徳俊英でございます。神様は見えない、聞こえない、一般的な人、ミキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回の動画は2023年6月16日、富士阿蘇山大神宮、別称富士山大神宮に参拝に伺ったエピソードになります。どんな神社なんでしょうか？富士阿蘇山大神宮は、他とない天に降臨した狼の宮であり、始源神であり、唯一神、古くは預言者としてのアブラハムに出現したとされる単一の神、宇宙の創造神たる元す始まり神、富士狼を祀る日本最古の富士山大神宮です。社務所は9時からなんですけれども、私は7時半頃到着したので、参拝者の方は 2,3 名ほどでした。ゆっくり参拝できたんですね。はい、ゆっくり参拝させていただきました。参拝の仕方がところどころね、分かりやすく案内されています。で、御柱鳥居がある場所は全国で9カ所と言われてるんですけれども、中には非公開の場所もあるようです。公開と言われると何やら気になっちゃいますよね。そうですよね、私も気になっちゃいましたいつか別の御柱神社に参拝されることがあったら、ぜひぜひ紹介してくださいね。はい、了解です。私が所持参拝するときは、御祭神やご利益など一切の情報を収集しないで常に行けばわかるというのが私のスタイルですはい、いつ参拝できるのか、その時どんなことを感じるのか、ご報告楽しみにしてます。はい、いつご報告できるか分かりませんが、私も楽しみということで、まずこちらの御柱鳥居の真ん中に立ってみました。するともう本当にね、言葉では言い表すことができないパワーを感じました。言葉では言い表すことができないパワーってどんなパワーなんだろうちょっと頑張って言葉にしてください。なんて言ったらいいのか、静かにこの場にいると、こう太古の地球、そして宇宙の波動を感じることができたんです。で、地球の始まり、まだね、こう生物も植物も存在しない神秘の地球のエネルギーっていうんですかね、こうやって地球は誕生し進化を遂げていったんだな、そんなことを感じました。ほう、地球の始まりのエネルギーですか。そうですね、この場所はエネルギーとか波動とかわからない方でもこの場に立たれることをおすすめします。おすすめのパワースポットですね。はい、そうでございますそして境内のあちこちにはいろんな説明書きが添えられていて、例えばこちらはムー大陸の絵文字の一つ、神の四大元力を表しているそうです。風車とか手裏剣みたいですねそうですね、境内のあちこちに参拝に来られた方が神秘体験できるように案内が書かれているんです。スピリチュアルのなんかテーマパークみたいですね。そうですね、で、ご本殿はこちらから参拝します。祭祀殿までは特別祈祷が必要となりますので、それの特別祈祷を申し込みされない方はこちらで参拝していただきます。で、ここでとてもね不思議だったんですけれども、はい、一般的な参拝方法って2杯2拍手杯なんですけれども、はい、こちらではご神殿中央に向かって元す始まりの音、こちらの場合は2杯3拍手1杯になるんです。そして富士山阿蘇大神宮すめ大御神々様の場合は杯4拍手1杯になります。こちらは知人様の、大地の親神様がつながる聖域になります。で、ここではね、大地の偉大なるエネルギーを感じられました。私は太古のこの地底のエネルギーからマグマを感じ取ることができたんですね。で、一説に地底王国シャンバラにもつながっていると言われているそうです。なんかシャンバラって映画かアニメで聞いたことがある気がしますね。そうですね。で、こちら御柱鳥居のエネルギーなんですけれども、あんまりにもすごいので、もしやって思ってミキさんとちょっと友人 Y さんにお電話して、鳥居中央からエネルギーがお届けできるかどうか試してみました。正直ね、電波で届くのかなって
って思ったんですけれども、まず Y さんにはお電話でつながせていただいたんですけれども、右半身にエネルギーが流れたのがすごくよく分かったんですよ。で、エネルギーを受け取った Y さんからの感想は、雲徳俊英さんに言われた通り、ビデオ通話を通話状態にしたままただただリラックスしていると軽い領域に入ったような不思議な感覚になったそうです。で、その後肉体の疲れが一切なくなって、サクサク仕事がはかどって、その日は夜中の2時頃になってもエネルギーが誤ってる状態でしたって言ってました。それすごいですね。びっくりしました、私も聞いて。もう元気にね、サクサク仕事がはかどって本当に良かったですね。で、 Y さんは朝が弱いタイプなので、朝からサクサク動けて、しかも夜中2時までエネルギーが有り余ってる状態だったというのは、もう本当にすごいことだなって思いました。もうあっぱれって感じですね。はい、はい、そして今度ミキさんにお電話したんですけれども、ミキさんにはこう脳天からね、まっすぐに中心線に向かってエネルギーが流れていったんです。ミキさんは何か感じました？ビデオ電話がつながった後に、何もしなくていいからそのままでいてって言われて、数分間エネルギーを流していただいている時は特に何も感じていなかったんですけれども、電話を切った後ちょっとしてから、こう体の内側からじわじわと汗が噴き出してきました。で、そしてちょっと苦手なお掃除をなんかこう楽しみながらサクッとこなせて気持ちいい環境が整った時に、まあ、3つの頼まれ事あったんですけれども、そのうちどれから手つけようかなって思った瞬間に、私利私欲から生まれてる頼まれ事はどうでもいいっていう思いがふわっと頭に浮かびました。Y さんもミキさんもこうエネルギーを自分なりに体感されたんですね。はい、ありがとうございます。本当はね、現地で直接エネルギーを感じるのが一番ですけれども、必要な方にはビデオ電話でもお届けできるというのがこうはっきりとね、分かります。またね、三柱鳥居のエネルギーは人によって受け取るものが異なります。同じタイミングでちょうどね、参拝に来ていた方に話しかけられたんですね。エネルギーがわからないと言っていたので、その方にどのようなエネルギーが流れたのかお伝えさせていただきました。ちなみにその方にはどんなエネルギーが流れたんですか？エネルギーはまるでその方の全身をこう見定めるかのように走っていました。で、そのエネルギーの動きを見ていると、まるで生きている何かこう生命体のようなものを感じ、私もね、じーって見入ってしまいました。そしてその方に前立腺の検査を定期的にするよう言われてましたね。人によって同じ場所に立たれても受け取るエネルギーって様々です。エネルギーがその方の全身を見定めるかのように走っていたって、なんかすっごい衝撃です。私的には光のシャワーを浴びるようなちょっと単純なイメージだったんですけれども、エネルギーがその方によって足りないものを補ったり、過剰なものを取り去ったり、必要なメッセージを与えてくれるという感じなんですね。本当に人によって受け取るエネルギーは様々なんですね。はい、そのように思います。富士阿蘇山大神宮は神秘体験のできるパワースポットです。どなたでも体験できるように案内も書かれていますけれども、体験受付もされているようです。山梨県富士吉田市にあります。機会あったらおすすめの神社です。エネルギーが分かっても分からなくても、必要なエネルギーやメッセージは自然と受け取ることができると思いますので、ぜひ参拝に行ってみてください。で、どんなエネルギーが流れているのか知りたい方は、概要欄より雲徳俊英公式 LINE アカウントに登録していただき、お気軽にお問い合わせください。当日現地よりお電話いただければお伝えさせていただくこともできます。ということで、次回の動画はミキさんが北海道の苫小牧市にある樽前山神社に参拝に行ったので逆リトリートのお話をさせていただきます。本日もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。